プリムローズリーグは、かつて存在したイギリス保守党の議会外組織。宗教、国政、大英帝国の誤字を目的とする。19世紀末から20世紀初頭の世紀転換期に、イギリス最大の政治組織となり、同時代の保守党長期政権を支えた。創設者、ランドルフ・チャーチル教ベンジャミン・ディズ・レイリの、トーリー・デモクラシーの継承者を辞任していた、保守党の政治家。 ランドルフ・チャーチル卿は一般保守党員の声がもっと保守党執行部に組み上がる、要保守党議会外組織の影響力を拡大させる改革に熱心だった。その一環でランドルフ卿は1883年11月17日に保守党の社交会カールトンクラブの会合で新たな保守党議会外組織としてプリムローズリーグの結成を発表した。 プリムローズの名は、ビクトリア女王が、ディズレーリーの葬儀にプリムローズを、彼の愛した花として贈ったことに由来する。リーグの目的は、ディズレーリーが目指したもの、つまり、宗教、国政、大英帝国の誤字と定められた。既存の保守党議会外組織保守党、協会全国同盟は自由党の同種の、 組織自由党全国連盟に比べて大衆を運動員として動員する能力が低かったのでこれを憂慮したランドルフ卿はプリムローズリーグを入荷より広い階層の大衆の意見を組み上げる大衆運動組織にしようと考えたのであった。ランドルフ卿はソールズベリーコーラ保守党執行部から疎まれていたが1884年7月26日の ソールズベリー公とランドルフ教の協定により、ランドルフ教が入荷貴重職を辞することを条件にプリムローズリーグは党執行部から公認された。ランドルフ教ははじめこの組織をエリートだけが加入できる純秘密結社に従っていたが、これについては、ランドルフ教の同志であるサーヘンリー・ドラモンド・ウォルフが無神論者と大英帝国の敵を除くすべての階級、 心情のものに開かれた組織にすべきだと説得して止めた。その結果、リーグは宗教、国政、大英帝国のご事のために私の持てる力のすべてを捧げることを女王陛下への忠誠心にかけて誓うと宣誓した者は誰でも受け入れられることになった。結成当初女性は名誉メンバーとしてのみ参加を許されていたが、1884年からは、 女性メンバーにも男性メンバーと同じ待遇が認められた。こうした女性への文庫の広さは当時の政治組織には珍しく女性の反応も良かった。プリムローズリーグのメンバーの半分は女性であった。またはじめメンバーの種類はないとしかなく1ポンド1シリングという高い入会金を取られたが1884年3月から年会費3ペンスから6ペンスのアソシエートという メンバーの種類が作られたため、これがきっかけで労働者層が退去して加入するようになった。1884年2月には団体名からトーリーを外したことで党派を超えた支持も期待できるようになった。カトリックやアイルランドにも融和的な態度をとって支持を広げようとした。7歳から16歳の子供もプリムローズバッドとして受け入れた。こうしてプリムローズリーグは 性別、階級、宗派、年齢を超えた政治団体となった。ディズレーリの2度目の命日である1883年4月19日に行われたディズレーリ像の除幕式がきっかけで、毎年4月19日にプリムローズを飾ったり、着用したりするプリムローズデーの習慣がイギリス各地で広まり、労働者階級の間に親ディズレーリ、親保守党ムードを構成した。 そしてこの週間の普及に積極的に当たったのがプリムローズリーグであった。プリムローズリーグは急速に広まっていた。プリムローズリーグのメンバー数は公式発表によれば1884年3月時に957人だったが、1885年3月には1万1366人、1886年3月には20万837人。 1887年3月には526,248万6人、1891年3月には1001,292万人、1901年3月には1556,639万人、1910年3月には2053,019万19人に達したという。これは当時のイギリスの労働組合運動をはるかにしのぐ。リーグの公式発表には、 誇張があると言われているが、それを差し引いてもプリームローズリーグが当時のイギリスの最大の政治組織であったことは間違いないと見られている。リーグのモットーは帝国と自由、目的は宗教、国政、大英帝国の誤字と定められていた。リーグがこれだけ労働者層に広く受け入れられたのはこの目的が単純で包括的だったからと見られている。 宗教の語辞とは宗派を問わず、キリスト教信仰全般を守るべく、無神論者と戦うことを意味する。国政の語辞とは、君主制、貴族院庶民院の三つの柱を守ること、また、イギリス社会のヒエラルギーを守り、それぞれが文相応の役割を果たして一つに結束するを意味している。大英帝国の語辞は帝国を維持することの恩恵を、 国民に周知徹底させることが中心だった。例えばヨーロッパの地図を見てみましょう。イギリスはほとんどの他国より規模の劣る小さな島国です。しかし今度は世界地図を見てみましょう。イギリスが支配する領域がどこまで広がっているか見るのです。アジア、アフリカ、アメリカ、オーストラリア、ニュージーランドに帝国の女帝たる女王陛下の支配は及んでいるのです。 祖先が勇気と冒険心、ロークを持って獲得してくれた、この輝かしい遺産を私たちは放棄するのでしょうかといった具合である。20世紀初頭自由党政権の社会改良政策を保守党は社会主義として激しく攻撃したが、リーグもこれに同調した。これにより、徐々にメンバーの離反が始まり、リーグの衰退が始まった。 1913年には保守党の気候改革に合わせてこれまでの党派に属さないという立場を変更して保守党支持団体であることを明確にしたがこれにより自立性を失っていき以降は急速に衰退していった近年まで細々と活動を続けていたが2004年12月13日に解散した幹部の毛ブリはその理由について 近年私たちの会合はどんどん小規模化していました。むしろダイニングクラブのようでリーグ創設の政治目標に役立つことはもうなくなっていましたと語っていた。ありがとうございます。